それで、時間の関係で私ね、喋りすぎるとあんまり良くないんだけども、ドクワメは、もうちょっと台湾の国家条件じゃなくてね、まああれですね、台湾と比較的近いのは、例えば台湾と日本とアメリカと中国、日台中の関係というのは、まあ大体、どういう関係、今現在ですね、過去と今現在、どういう関係になっているかというとですね、大概台湾に関しては、戦後の台湾教育を受けた方々ならば、私ちょっと違うのはね、私がの台湾を見る場合は、案外と、こう私の見る歴史に関しては、比較的多いのは、私どういう観点から見るとね、まず、地政学の方から見るこう位置ですね。で、それ以外に生態学から見る。そうするとね、徐々にはっきりしてくるんですよ。どういうところが同じ、どういうところが違うかっていうとね。で、一般的にね、台湾と中国はかなり文化的に関係が深いんだけども、ちょっと違うのね、私の見方はちょっと違うのは、まず二つのことがあって、一つってね、古来の台湾っていうのはね、中国よりも日本に近いなんですよ。昔ですね、台湾と中国よりも、例えばこう縄文時代から見る場合は、台湾と琉球とキリスト同じ文化圏だったんですね。その圏に関しては、その社会のこう文化層から見れば、まあ大体わかると思うので、私が、まあ、著書の中でも、まあ、そういうことをよく取り上げているんだけども、そして、まずですね、一つが、台湾と日米中と関係が、じゃあどういうふうに、どういうところは重点的に見るべきかと言いますとね、地政学が見た場合は、例えば終戦の後、しばらく経ってから国境内戦が、こう、の後がすぐ朝鮮戦争ですね。で、その後はベトナム戦争。ベトナム戦争は確かね、私の個人の記憶では、当時、米英の管理以降、活動して、で、あの当時私は、たまたまこうまだ来年生の時代だったから、あの時代はね、確かに東京オリンピック前後でベトナム問題が生まれたんですね。あの時代を見るとかなり記憶が強いのは、台湾がね、トルマン大統領が朝鮮戦争の後ですぐ第7艦隊を台湾に派遣して、で、彼が話した面白い言葉あるでしょ。その言葉が今の、こう、台湾の方々も、日本の方々も、覚えるべきと思うんだけどね、もうちょっと記憶に残るべきだ。トルマン大統領がなぜ第7艦隊を台湾防衛に派遣したかと言いますとね、要するに台湾、アメリカの視野というのは非常に世界史的視野を持てるから、だから台湾をどう守ればいいかっていうことが、当時のね、トルマン大統領の発言で私は面白かったのはね、彼が台湾の地理的ですね、地政学的位置としては、二次席の富士空母に否定するだから、アメリカの議会の方に対して、我々は第7艦隊を派遣して台湾を守らなければ、なぜかというとね、この二次席の空母に否定、富士空母に否定するような、こう非常に大事な地政学的な位置があるんだから、まあその点からですね、我々もうちょっとこうグローバル的に見る場合は、アジアを限定して見る場合でもね、こう陸のアジアと海のアジアがあって、これ地政学から見ても違うだけだって。例えば中国の万里長城を境にして、南の方と北の方は生態学園で違うんですね。朝鮮半島もそうだし、で、台湾は海のアジアに入っているから、生態学的にはむしろ日本に近いんですね。半島と違う。だから国民性が、国家は生まれてくるんですね。まあ、その点に関しては、例えば台湾と日米中の関係を考える場合は、いくつの視点があって、で、台湾というのはね、地政学的一つとしては、東アジア、東亜ですね。東アジアと東南アジアの接点が台湾なんですね。この、関係。そして、じゃあ、台湾はなぜ戦後が民主化が達成可能になったかと言いますとね、それがやっぱりアメリカとかなり関係があって、だから米台関係を考える場合は、もしアメリカがなかった場合は、あるいは日本がなかった場合は、どうなるかということはね、
日本の場合はね、あの戦前の歴史関係と戦後の台湾の関係、この100年の間の歩みから見れば、もう大体ある程度は台湾解釈という忍耐関係ですね。まあ、あのたまたまあの Q さんが おとといかな、あれ宮崎正弘さんの質問までがあって、彼も、出たんだけどね。で、あの当時が、愛称は、玉神さんにこうインタビューしたんだけどね。まあ、彼がどちらかと言いますとね、こう日本の政策、日本と台湾、もうちょっとこうあの、密接にあの結ばなきゃならないというような考えで、あのやっぱりアメリカの考えはちょっと違うんですね、まあ、そういうような私は印象を受けたんだけども、で実際ですね、あの日台の関係よりも、あまり冷たいなんですね。私の感じとしては、日本戦後、特に戦後、この70年近い間で、日台関係が比較的冷たいんだけども、でもしアメリカがなあのいなかったら、なかったらですね、これで台湾ありえないんですよ。要するに民主化の実現というのは、アメリカかなりこうあの力を入れて、でもちろんですね、日米台というのは、この経済関係、大阪関係、貿易関係から台湾の近代を作ったということは、ね、否定できないんだけども、あのいわゆるアジア民主どういうふうに生まれたかというと、台湾もその中の一つとして考えるべきだとね、にあの米台関係というのは非常に大事と思うんですよ。あとはもう少し説明するんだけど、日台関係がどうなるかといいますので、ね、実は私ももうあの何冊か著書はあるんだけどね、あの日台関係はもうちょっとですね、あのこう作業がしなきゃいけないところもあるんだけども、で中台関係というのは特に売給制限になってからかなりこうこう徐々に変わってきたんだけども、これは皆様の見てる通りで、今、台湾の国民党政権というのは、大体、中国どういう関係になっているかね、むしろ私よりも皆様がこう新聞とかテレビ関係が見て分かれると思うんだけども、私、またこう、詳しい説明する必要はないと思いますが、ただですね、私、ここで強調したいのはね、台湾と世界の関係がもうちょっと我々、ね、視野としてるから、台湾が日米中よりももうちょっと台湾と世界って一体どういうふうに見ればいいかっていうのに、もっとこう見る目を少しここに移した方がいいじゃないかと思うんだけど、もう一つはね、日台関係っていうのはね、私がこう非常に近いということと同じ海のアジアということと、地政学的からも生態学的からも非常に近いということ以外には、やっぱし戦後から今日台湾と日本との関係というのはね、直面する共通の課題がね、こう非常に多いなんですよ。大体台湾、まあこの課題と日本と同じ課題だ。過去はまた別一つですね、過去の似た関係と現在の似た関係と、じゃあこれからの似たというのはどうあるべきかというのは、我々がその名をね、その台湾の持ってる課題と日本の持てる課題と、じゃあこれからどうなるかっていうのは、これ非常に大事だから、20世紀の台湾国と民族の行方を考える場合と、じゃあ台湾一体どうなるかということを考える場合は、やっぱりその日本と台湾の共通の課題、例えば例えばね、体制が非常に近いですよ。今台湾の体制と日本の体制と中国の体制はまた違うだから、体制がこう非常に近い、で軍事関係も非常に近いんですよ。経済関係もっと緊密な関係があってですね、あとは例えば文化とか社会関係と価値観に関して非常に近いだから、じゃあどうすればいいかということを我々考えればね、日台問題というのはその視点を持てば案外とこう分かりやすいし、じゃあどうすればということは分かりやすいと思うんですね。まあこの点に関してもっと詳しいことは私もうちょっとね、長所の方で書いた方がいいんじゃないかと思うんだけども、それでね、特に台湾の方々の中で比較的こうなんていうかな、誤解あるいはね、こうあんまり理解していない部分というのはね、要するに台湾の文化の運命を考える場合は、よくこうなかなかこう視野と理解度というのは違うのは、実はねですね、台湾の文化と文明と中国と日本と比べる場合は、我々は文化に限定して比べる場合、例えば台湾の場合は漢字を、使っているんだけども、中国のは同じ漢字でも簡単に使っているんですよね。で台湾の祭祀とかいろんな風俗習慣というのは、確かに中国とこう文化要素、文化要素、
一つずつこう比べると共有はしてるんだけどね。で、文明の仕組みに関しては日本に近いんですよ。同じこう文明の仕組みで非常に近いから。で、文明の仕組みではどういうことかと言いますとね、私があのこれ非常に興味があってですね、私あの、仕組みのついての、分析が私はやっぱりね、こう長いの文書かないとダメだけどね、要するに仕組みが非常に近いということは、この点から台湾とあの、日本と中国の理解が、それ、例えばね、文明が仕組みが非常に近い、そして文化は中国と共有する、日本とも非常に大きな、こう、あれ共有してるんですよ。で、例えばですね、具体的に言うと、台湾と日本は、共に、50年ぐらい近い歴史を歩んできたので、戦後もね、非常に近いような歴史関係を持ってるんだけどね、そういう台湾のないものと中国のないものは、例えば台湾のは内政の文化はないだし、で、台湾の方は日本文化入ってるんだ、中国文化も確かに入ってるんだけどね、中国は日本文化入ってないんですよね。だそういうようなね、文化の要素の共有と文明の仕組みどういうところ違う、一つの例だけこう皆様に紹介したいのは、日本はね、こう世界のこうどの国もちょっと違うのね、日本の文化っていうのはね、非常に多様性、台湾の文化も多様性と多数で あるですね、文化の基礎のね、非常に近い。で、日本の文化が非常に多様性を持ってるのはね、例えば具体的に例をこう挙げればね、東京に住んでいる人間だったら、フランス料理食べたいならば、どこか行ってフランス料理食べられるし、で、こうチベットで、ネパール料理ですね、カレーライス食べたいならば、あるでしょ。東京のこう新橋の方も、うちの方まで合うぐらいだから。で、フランス料理やろうと、ロシア料理やろうと、ベトナム料理やろうと、どの料理でも多様性あるでしょ。で、例えばね、これ日本の非常に大きな特色なんですよね。例えば、こう、古来技術は、ね、彫刻があっても、絵がないなんですよ。絵がない。古来技術は文明の中で、彫刻は確かに綺麗だけど、絵がない。日本絵ならば、絵もあるし、彫刻もあるし。だから、これね、こう、明治維新になってからではなくてね、昔がそうなんですよ。ただこれね、ただ物だけじゃなくて、ハード面だけじゃなくて、ソフト面でもそうなんですよ。例えば、中国と韓国というのはね、あれ、朱子学士がないでしょ。で、確かに江戸時代が徳川の方で、朱子学は国家学に近い地位を与えたんだけどね、大概当時はね、朱子学だけではなくて、妖艶学もあるだし、国家学もあるし、仏教もあるし、何でもあるんですよね。で、それ以外に西洋の、ね、実学もあるし、丹田学もあった、オランダ学なんですね。だから、もう非常にね、多様性があって、で、当時の朝鮮人も台湾人もそういうふうに思うわけ。ただね、フランス語とかね、ドイツ語というのは勉強する必要ないと。要するに、日本語さえ勉強すれば、日本語さえですね、こう、こう分かれば、翻訳がすぐ出てくる。だから、非常に多様性な、こう、多様性の、こう文化を持つ国だから、日本語だけでもね、こう通用するんですね。他の言葉は勉強しなくても。まあ、そこまで多様性って言ったんで、これは一つの特色だ。台湾もそういうところ、違うところだ。だから、大体共生を挙げればきりがないんだけども、これは皆様はね、台湾の文化の運命を考える場合は、要するに日本と中国はどういうところが非常に大きな特色かと言いますよね。要するに、中国と文化の要素、共有しても文明の仕組みは違うということはね、こうある程度理解すれば見る目が違ってくるんじゃないかと思うんですね。まあ、その点はちょっと。